第4話兄と弟。ミサオ、今日も居残り？言わないで。あ、どうしたの？なんでクモの巣がこんなとこに？いやー、通って、お願い通って。うわー、背中に入った。ごめん、無理、虫は無理。やるな、触るな。うるさいですね。どうしました、原田さん。クモが。クモ？こっちへ来なさい。理科準備室か。ここでいいだろう。どうしたの今日、怖い顔して。服のボタン外そう。こんなところで、入れないで。毒持ってたらどうすんだ。じっとしてろ。いや、お願い、早く。人来ちゃうよ。知るか。いた、こいつだ。取れた、やはりな。あ、燃えた。ミサオ、総城には近づくなよ。なんでそんなこと。いいから。今後学校帰りも相模や武前たちに護衛させる。今日から一緒に帰れ。やだよ、あんな目立つ人たちといらんない。いちいち口答えしやがって。口塞いでやろうか。何逃げてんだよ。こないだはお前の方からしてきたろ。あれは。いいから、こっち向けよ。そうだよね。今日が私のこと好きだって言うなら、拒む理由なんて何もない。私だって、ずっと今日を待ってたんだから。やべ。下の天狗が起きちゃいそう。行って。もう最低。申し訳ございません。今日の護衛が私一人で、お怒りはごもっともですが、みんな遊びに行ってしまって。違うの違うの、太郎ちゃんじゃなくてあいつの話。様は京様がお嫌いですか？そうじゃないけど。あんなにお優しい方ですのに。優しい？てめえ太郎、クソまずい飯作ってんじゃねえ。正座だ正座。太郎ちゃん、間違った日本語覚えちゃダメ。あれはこき使われてるっていうの。それは誤解です。京様は兄弟の中で一番出来の悪い私をお手元で鍛えてくださっているのです。それにあんな風に進化と親しくしてくださるのは主家の中では京様だけですよ。そうなんだ。私は京様が大好きです。京様が喜ぶことなら何でもして差し上げたい。だから今日うちへ遊びに来てください。出ないと私。今日に命令されてんのね。お邪魔します。いや。あれ、総城さん、遊びに行ったんじゃん。俺はちょっとね。優しそうな笑顔。やっぱりこの人、悪い人には思えないよ。この穏やかさ、本当に兄弟なのかな。どう？今日の具合は。あ、具合？もう下の天狗に。あっちの手ほどき受けてんでしょ。兄弟だ、紛れもなく兄弟だ。受けてません、一度たりとも。え、そうなの。ああ、もう知りません。ごめんごめん。今日お帰りなさい。近づくなって言ったよな。
ミサオに手出すんじゃねえよ。何のこと？とぼけんな、あの雲。雲？口述はお前のお箱だろうが。今日が何か勘違いしてるようだけど、ここはおとなしく退散するよ。ご当主には逆らえないしね。それでは私お茶を入れますね。あのごめんなさい。心配させんな。なんだよ。気になるな。なんだよ。いい、言ってみろよ。いえ、今日はなんでそんなに心配してくれるの？はあ、私のこと本当はどう思ってるの？はあ、いきなり直球投げちゃった。じゃあ俺が今まで嫁になれって言ってきたのを何だと思ってたんだ？それは私を嫁にすると一族に繁栄をもたらすって、だから今日もそれで私に近づいたんだって。バカかお前は。俺はこの10年お前のことばかり。今日どうして私昔のこと覚えてないんだろう。ちゃんと覚えてれば今日の気持ち疑うことなんてないのに。思い出したい。できることなら。ん？それでは姫様、気をつけてお帰りください。大丈夫だって、お隣だもん。それはそうですけど。ああ、もう帰るの？総長さん。そんなに警戒しなくても。違います、警戒なんて。ねえ、これ落ちてたんだけど見覚えある？あ、懐かしい。これ私のヘアゴムだ。やっぱりミサオのか。幼稚園の時友達がくれて、お気に入りだったのになくしちゃったんです。そっか、ここに落としてたんだ。変だよね。何がです？そんなことは覚えてるのに、俺たちのことあんまり覚えてないなんて。もしかしたらただ忘れてるんじゃなくて、何か他に理由があるのかもしれないね。理由？もし誰かが意図的に記憶を封じてるんだとしたら、それを解く方法はなくもないよ。本当ですか？ああ、よければついておいで。はい。あの姫様、ちょっとお待ちを。太郎、心配ならお前も来ればいい。はい、お供いたします。京様。ミサオと太郎はいたか？いえ、この辺りをざっと見て回ったんですが。二人で門まで来たのは分かってます。でもその後屋敷内からいきなり気配が消えました。ご当主、総女がおらん。どこにも。何？探せ、早く三沢を。